フラメンコダンサーの松本まりこです。今日はタンゴのジャマーダのコツについて解説したいと思います。ジャマーダは歌を呼ぶ合図なんですけれども、その歌を呼ぶという意識で踊るのと、ただ振り付けを追って踊るのでは全然違うんですね。フラメンコって生伴奏で、生のギターと生のカンテに合わせて踊るので、必ずジャマーダをして歌を呼ぶという意識で踊らないといけません。でどうしても練習生は、呼んでるつもりなんでしょうけれども、ちょっとやっぱり分かりづらいから、例えば発表会とかになると、歌い手さんが踊りをあまり見ないで、先生である私をこう見て今歌みたいな感じで、私がそうっていう合図をしたら、歌が始まるっていう感じになってるんですね。多分それはどこの教室も一緒だと思うんですけれども、必ずジャマーダは歌を呼ぶ合図だというのをよく意識してやっぱりやらないといけないんですね。一番重要なコツはジャマーダの後、力を抜くということです。力を抜かないでそのままずっとこう強いままガーッてこうやって踊ってると、歌が入るタイミングが非常に分かりづらい。ジャマーダがまだ続くのかなって思ってしまうので、歌い手さんが歌の入るタイミングを逃してしまうんですよ。なのでジャマーダの後は必ず力を抜く。力を抜いて踊るというのは、ここで力を抜くと、ここから歌が入るんだなっていうのが分かるので、カンテが始まるんですね、歌が。力を抜かずにやるってことは、イタタタイタタタン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 、こうやってこうやって力をずっと入れていると、まだ続くように、ジャマーダが続くんじゃないのかなって見えるので、歌い手さんがカンテが入りづらい。なのでジャマーダのこの、イータータータイータタンタンフーと抜いてあげる。であともう一つ重要なのが、ジャマーダの前も重要で、ジャマーダの前、例えば1、2、3、4、5、6、7、8、1、8が重要で、1、2、3、4、5、6、7、8、1、ジャマーダが入るよっていう気持ちを込めて1、8、1、これをしないで1、2、3、4、5、6、パン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 っていくとちょっと分かりづらい。なのでジャマーダの前と後に分かりやすく、今からジャマーダして歌呼ぶから来てねっていう気持ちを込めて、ぜひ踊ってみてください。それとあともう一つ重要なのは、きちんと、アセント決めるところにきちんとはめて、顔の動きとか、例えば1ね、ジャマーダ基本的に1、例えば1とかで見る、でそれがちょっとずれたりするとちょっと分かりづらいですよね。決めるポイントのアセントがどこに入るかっていうのをしっかり意識して練習してみてください。以上がタンゴのジャマーダのコツでした。いかがでしたか？役に立ったなという方はぜひこの下にあるいいね、高評価ボタンとチャンネル登録の方をしてください。今日はご視聴ありがとうございました。
それではまた次の動画でお会いしましょう。それではまたねー。練習頑張ってねー。